ばんは。レノファ山口 FC 公式 YouTube チャンネルがお届けするレノファリスタスタートです。番組ナビゲーターを務めます徳田智代です。よろしくお願いします。そして本日は株式会社レノファ山口代表取締役社長渡辺博文さんです。よろしくお願いします。お久しぶりです本当お久しぶりですお元気そうで。お久しぶりです、はい、ちょっと何試合か空いてしまったんで。そうですね、はい、今日は気合入ってます。あ、なるほど。今日もそうなんですよ。今日もね、はい、気合が入っておられます。本当に、はい、お願いしますですね。本当お久しぶりなので7節が、まあ、終了したということになりますけれど、はい、ここまで社長ご覧になっていかがでしょう。そうですね、うん、ちょっと3連敗した時は胸が心がちょっとヒリヒリというか、うん、ちょっと苦しかった時期ありましたけど、うんうん、まあ、なんとか今回 の秋田戦で、ね、はい、勝つことができたんで、まあ、ここからまた登っていきたいなっていう感じです。これまではそのいわゆる当事者であったわけじゃないですか。3連敗したならばその、まあ、プレイヤーとしての立場だったわけじゃないですか、はいはい、なんかこう見る側というか応援する側での3連敗というのはどう感じながらご覧になってました？うん、はい、いやー、何なんですかね、まあ、うん、1回負けても、うん、まあ、次また勝てればって思うんですけど、うん、2連敗したり3連敗すると、うん、なんか力の入り方もまたね、うん、より力が入るというか、はい、なんかもっとこうしたらああしたらってなんかこう、なんていうんですかね、サポーター目線じゃないですけど、うん、そういう気持ちがね、なんかより強くなってしまうんで、その時に社長としてどんな、ね、声掛けとか立場でいたらいいんだろうっていうのはすごい難しい方ですね、うん、そういうことを考えながら、はい、過ごされてたんですね。そうです、そうです。まあ、途中にトレーニングマッチがありまして、はい、でそのトレーニングマッチで非常にこう選手たちが躍動してくれたというツイートをされていたじゃないですか、うん、はい、しましたね。あれはすごく私たちサポーターも前を向けました。あ、本当ですか。はい、そうですね、まあ、僕自身もその試合を見て実際に勇気をもらえたというか、うん、まあ、夏川監督とも話したんですけど、まあ、試合良かったよねって話になって、うん、まあ、レノファが目指すサッカーをすごくできてたので、うん、まあ、それはブレずにやっていきましょうということで、うん、まあ、そのまま僕はツイートしたつもりだったんですけど、うん、はい、やっぱり発信していただくっていうのはすごく力になるなと思いましたし、うん、はい、その後の秋田戦だったわけですから。そうです ね、それがより嬉しかったですね。そうですよね、はい、ということでまずはその勝利ができた秋田戦を振り返っていきたいと思います。はい、第7節でした。まずはハイライト映像でご覧ください。まずはこちら吉光選手のパンチングの場面になりますか。素晴らしいセーブを、ね、うん、してくれました。そしてこちらは、ね、クロスを送られてしまうんですが、はい、しっかりこの折り返し跳ね返していく、はい、という場面でしたね。コーナーキックの場面、キッカーは吉岡選手です。ここ最後競っていくのは沼田選手なんですが、うん、ここ非常に惜しかったですね。惜しかったですね、うん、ああいったこぼれの時って何か起きますからね。はい、ここは左サイド、うん、沼田選手のクロスから皆川選手が合わせた場面でした、うん、惜しくもクロスバーの上だったんですけれども、ここの連携が良かったですよね。はい、うん、矢島選手から沼田選手、うん、そして皆川選手へのクロスという場面でしたね、うんうん、惜しい。そしてここは得点の場面になります、はい、キッカー矢島選手の、よいしょ、はい、ドンピシャ、いいね、生駒選手ヘディングで合わせていきました、はい、いや、初ゴール。そうですね、うん、今シーズン初ゴールということになります。嬉しかったですね。そうですね、もう選手の皆さんのこの喜び方でね、どれだけ欲しいゴールだったかっていうのが伝わってきますが、うんうんうん、このボールも素晴らしかったですよね。そうですね、ボールも良かったですし、うん、まあ、なかなか今の時代って直接競ってゴール決めるって難しいんですよ、はい、手前に誰かに当ててセカンドで決めるとかっていう場面が増えてきてる中で、うんうん、このもうダイレクトで決めるゴールってすごい気持ちいいですよね、見てても気持ちいいですね、うん、そしてこちらも長めのクロスが送られた場面ですけれども、ちょっとここ惜しかったですよね、はい、最後川野選手がゴール前に走り込んでいたところでしたけれどね、うん、はい、狙いが良かったと思いますですね、はい、ということで、しっかりと無失点で抑えて1対0で勝利でした。はい、おめでとうございます。はい、改めてこの試合どのようにご覧になりましたか。いや、本当苦しかったと思います、うん、戦い方っていうのはどちらかというと秋田のようなこう縦に速いサッカーをしなければいけなかったと思うんですね、うん、なんで、すごく割り切ったサッカー、お互いに割り切ったサッカーになったと思うんですけど、その厳しい環境の中でも
ああいった形でセットプレーで勝ち点3をもぎ取ったっていうのがもう何としても欲しい勝利だったので、ね、はい、よかったと思います。そうですね、今割り切ったっていうお話がありましたけれども、はい、特にこう前半、うん、まあ、本当風の影響だとか芝の状況だとかっていうのもあって、うん、まあ、つなぐというよりは本当にこう はっきりとしたっていうんですか、まあ、そういった戦い方を選択しましたね、うん、そうですね、うん、まあ、特にこの試合ってなんていうんですかね、前半が僕肝だと思ったんですよ、はい、で理由がもろに向かい風だったじゃないですか、で吉光の、ゴールキックも普通だったらこうセンターライン越えるんですけど、それより10メーター15メーターぐらい手前で落ちてたんで結構風強いのかなって見てたんですけど、はい、ね、実際に現地行かれた小山会長からも風かなり強かったよっていう話だったので、まあね、その中でああいう形でゼロに前半を抑えたっていうのが、うん、もう何より大きかったかなと思いますね。そうですよね、うん、粘り強い守備が前半は特にまた見られましたね。セットプレー、コーナーキックを含める、うん、かなりこう浴びる場面というのも多かったですが、はい、守り切ったのは大きかったですよね。そうですね、秋田側も追い風で絶対、うん、1点2点を狙ってたと思うので、はい、守り切ったのは本当に大きかったですね、はいはい、そして後半に生駒選手のゴールが生まれました、はい、もう最高でしょう最高本当に、もともとセットプレーでゴールを決める、まあ、能力だったりとか感覚ってすごい持ってるんですね、うん、はい、なんでそこの陣の良さをまあ、そのままこういいボールと掛け合わせて空いた形でゴールが生まれたんで、これからもまた量産 ね期待しましょう。セットプレーで、うん、ね、あと一つ聞いてみたかったのが、はい、センターバックが前選手と生駒選手でした、はいはい、これはどのようにご覧になりましたか。まあ、そこは今まで、全くやったことがないわけではないですし、うん、まあ、その中で、タカがどうこうバランスを取りながらできるかなというのは見てましたけど、まあ、すごく、どのポジションでも器用にできる選手なので、うん、まあ、そこはこう全然僕は不安とかなく見てました、ね、よかったですよね、はい、うん、ということで、まあ、新しいチャレンジもですから、そういう意味ではそのメンバーの変更も含めあった一戦だったのかなと思います、うん、その吉光選手もね、はい、本当に素晴らしいセーブを見せてくれましたよ。みっちゃんよかったねみっちゃんって呼ぶんですね。みっちゃんって呼んでますよね、はい、本当に素晴らしかったというふうに思います、うん、まあ、とにかく連敗を止めることができたのは大きいですよね。そうですね、うん、ここからです本当に、はいはい、勝った後が大事。そうですね、はい、ではここからは渡辺社長のピックアッププレー、よっしゃ、はい、行ってみよう、やっていこうと思います。まずはじゃあどの場面をピックアップしてくれたのかというのを教えていただきましょうか、それとも出しますか、はい、もう出しちゃってください。出しちゃいますか、はい、はい、じゃあ何度かちょっと見ていただきたいと思いますが、まず1回目どうぞ。ここです。さっきもね、あ、実は出てきたんですけど、守備のところですね。そうですね、あ、鍵出した場面ですね、まあ、特にこれ見てほしいのは時間ですね。42分、前半の本当ラストのシーンで、はい、まあ、本当苦しい時間帯、そして結構押し込まれた時間帯でもあったんですよね、はい、で時間帯で ああいったビッグセーブが起きたことで最後みんなのこう集中力というのがより高まって、うん、ゼロにつながったと思うんで、うんうん、まあ、先ほども言いましたけど、やっぱ前半ゼロで抑えれたことっていうのが後半の1点につながったと思うんで、ビッグセーブがなければ、まあ、正直本当苦しかった、うんうん、追いつけるかもしれないけど、もう1点決めるのって本当難しかったと思うんで、はい、ね、プレーがもう全てだったかなと思います。もう何人もがこのゴール前を死守してますよね、うん、そうですね、あの場面は、はい、後半の、ね、ゴール前の守備、セットプレーとかでゴール前の守備も本当みんな素晴らしかったんですけど、はい、まあ、前半のところで言えばここの時間帯も含めてすごい良かったなと思います、うん、ちょっともう一回見てみてもいいですか、はい、しっかりと人数がまずいるのと、うん、この折り返しに対して吉光選手がまず跳ね返しているっていうところ。そうですね、これ逆サイドに奥にファーサイドにボールが行ったんで、うん、はい、目線が変わるんですよ。センターバックからすると目線が変わるんで、ボールウォッチャーっていうこうなんていうかな、ボールウォッチャー、はい、フリーな選手が生まれやすいですね、はい、うんうん、マークをずっと見入れてたらマークってこうやってつけるけど、ボールがこう逆サイドに行ったらやっぱボールを見るので見ちゃう、そう、はい、そしたらね、一瞬でそのフォワードって動き出して、うん、フリーな状態作れるんで、うんうん、まあ、それをこう、ね、向こうは狙ってたと思うんですけど、うん、まあ、その中でもこうああいう
守備最後のところで手が出るっていうのはね、やっぱ素晴らしかったなと思います。素晴らしかった。時間っていう話もありましたけれども、はいはい、やっぱり前半も後半もどちらもこの試合の、まあ、終盤というか前半だと思います、うん、終わり頃っていうのはそのメンタル的にもこう体力的にも少しこうきつくなってくるっていうのはやっぱりあるんですか、前半でも。そうですね、うん、体力的にもそうですし、まあ、集中力が一瞬こうふっと切れるというか、うん、で特に秋田ってあのスローインもセットプレーの一つじゃないですか。そうです、ね、ロングスローが多かったり、はいはい、結構遠い位置からでもあのもう普通のセットプレーとかコーナーキックと変わらないように長いボール蹴ってきたりとかだったので、うんうん、まあねすごい集中してたなと思います。みんなそうか、集中しなくちゃいけない時間が長かったっていうことですね、セットプレーをたくさん浴びるということは。そうなんですよ、はあ、集中力が切れる時間帯って必ずあるんですよ、その前半の終わりとか、後半の、うん、中盤から後半にかけて特に、交代、あ、うん、どちらかそう、直後とか交代直後とか、うん、よく失点とか得点とかってあるじゃないですか、はい、あの時間にフッってなるんで、あなるほど、はい、その時にこう集中力がね一瞬切れる時間があるんで、うん、その時にいかにこうチーム内で声をかけてるかでその後のこう失点得点とかに繋がったりするんですよね。そうなんですね、確かにそのあたりで得点を動くことが多いですね。そうなんですよ、はいはい、まあ、守り切ってそして後半に迎えたというのがすごく大事だったというか、うん、ポイントだったということですね。そうですね、はい、わかりました。ということで以上、うん、渡辺社長のピックアッププレーでした、はい、さあそれでは続いて次節第8節についてプレビューをしていきたいと思います、はい、対戦相手は栃木 SC です。まずは過去の対戦成績をご覧ください。3勝0分け7敗ということで、はい、こう数字だけを見ると、うん、ちょっと苦手なのかなと思っちゃうような数字ではあるんですけど、うん、あかんやんっていう感じですねでもこれはね、ちょっとね、うん、これから歴史を変えていけばいい、そうそうだけなんでね、はい、そういうことです、はいはい、まあ、あの2022シーズンですね、去年は前半戦で対戦した時はホームだったんですけれども、うんうんうん、2対1で勝利、これ、はい、90分プラスアディショナルタイムで高木選手のゴール決まって、はい、あの維新劇場だった試合ですね、うん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 、で後半戦は1対2で、まあ、敗戦してしまっています、はい、渡辺社長はね、あの出られていますけれど栃木に対してはどんな印象をお持ちでしょうか、はいはい、栃木に対してそうですね、うん、まあ、すごく守備も手堅いイメージがありましたし攻撃もこうなんていうんですかね、昨年からすごく若い選手がたくさん入ったことで、はい、うん、まあ、縦にも速い攻撃っていう印象はあるので、はい、うん、まあ、そこがすごく、うん、ポイントかなと思いますね。なるほど、あの栃木今シーズンちょっと振り返ってみますと、はい、1勝2分け4敗ということで、まあ、現在ですね、うん、あの今シーズン2度目の2連敗中なんですね、はい、うん、で前節は群馬との北関東ダービーで1対2で敗戦をしています、はい、あの後半退場者を出しながらも先制することには成功したんですけれども、はい、まあ、2失点を喫してしまって、うん、いわゆる逆転負けということになってしまいました、はい、ではその栃木の前節のハイライト予習がてら皆さんにもご覧いただきたいと思います。どうぞ、はい、こちら得点の場面素晴らしいですよね、うん、これウイングバックからウイングバックへのこう栃木がこうやりたい形が出た場面ですね、うんうんうん、失点の場面です、はい、栃木でいうところの右サイドを突破されてしまっての失点、うん、でここも2失点目なんですね。同じく右サイドから栃木の右サイドからやられてしまったという場面になります、うんうんうん、という、はい、まあ、あのちょっとゴールシーン失点シーンのみを、はい、あのお見せしたんですけれども、うん、ご覧になっていかがですか、まあ、今の状況が多分うまくいっていないからかもしれませんけど、うん、まあ、僕もその試合を見た時にちょっとこう勝ちたいっていう姿勢が前に出て、うん、少し力んだりしてるのかなっていう印象もあるので、うんうんうん、まあ、そういった時にうちがどれだけこうブレずにね、うんうん、やろうとしてるサッカーができるかっていうのが、ね、かなり肝になるかなと思います。そうですよね、うん、まあ、お互いの状況を考えてもやりたいことがどちらができるかっていうところはポイントになりそうですよね。そうですね、はい、では、そんな栃木戦ですけれどもバンキシャ上田さんの予想フォーメーションを見てみましょう、うん、こうなりました、はい、山口は前節と同じ 4-2-3-1 で、うん、はい、メンバーも変えていない
はい、ということになります。で、うんうん、アウェーの栃木の方は 3-4-2-1 基本的にはワントップツーシャドウなんですけれども、はい、矢野貴章選手前節、うん、スタメンではなかったんですが、はい、上田さんはスタメンで来るのではないだろうかという予想を立てられているようです、うんうん、ご覧になっていかがですか。矢野貴章選手はですね、はい、本当にいい選手ですよ、まあ、僕は高校生の時から実はレーソルの練習に参加した時からフォワードでやってた選手なんですけど、うね、もう本当に身体能力高いですし、そしてすごく何ですかね、頭を使っているというか、こう賢いプレーもできる選手なんで、うん、身体能力が高いだけじゃないというか、はい、でそこに今経験も乗ってきているので、まあ、すごくいやらしい選手だなと思います。矢野選手をこうに、うん、仕事をさせないためには何がポイントになるんでしょうか。まあ、たくさんこうクロスからも先ほどのゴールのように、はい、いいクロスサーがいると思うんですけど、その時に なるべく中の選手、センターバックの選手たちはボールだけを見ずに、うん、ボールホルダーだけ見ずになるべくこう矢野選手 その動き方とかっていうのをよく見て入り方とか注意しながら、うん、守備をすることがすごく重要かなと思いますね。なるほど、はい、確かに黒崎選手や福森選手はいいクロスを持っているウイングバックですよね、はいはい、あとは栃木といえばこう前からのプレッシングというところもこう特徴の一つで、矢野選手が入ると特にそれが機能する印象もありますが、うんうん、山口はどうボールを運んでいけばいいでしょうか。どうボールを運んでいくか、うん、そうですね、まあ、シンプルに5バックになると思うんで、はい、この福森選手、黒崎選手っていうところの裏を狙っていくっていうことがすごく重要で、そうした時に、どん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 攻め込まれてくると後ろに重くなってくるんですよ。前に上がれなくて、福森選手と黒崎選手が、はい、なのでその裏をどん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 狙っていくっていうことが多分いい攻撃をさせない、最大のなんだ防御になるのかなと思います、うん吉岡選手などがしっかり背後を取りたいですね。そうですね、うん、どん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 縦に行ってほしいですね。あとはこう、うん、クロスからの失点も多いという情報があります、はい、という意味では、うん、沼田選手の活躍はどうでしょう。いやーすごく、うん、ここ秋田戦でもね、はい、すごくいいボールいいクロスを上げていたので、うん、そこはもう積極的に自分の良さを出してほしいなと思いますね。ですね、うん、いや本当にいいクロスをたくさん上げておられましたね、うん、オーバーラップからの。そうですね、うん、しかもなんか全然こう、まあ、シンプルに上げる場面も多いですけど、こう切り返したりしても、まあ、ちゃんと自分の形を持っていて、うん、精度の高いボールが蹴れるので、はい、楽しみですね。そうですね、はい、いや本当にどちらの状況を考えてもさっき社長おっしゃいましたけれども次が大事と、うんいうね、大事話をされていましたから、うん、山口としてもここは絶対ホームだし落としたくない。そうですね、ね、ゲームなので、うん、勝ちましょう勝ちましょう何気に古巣っていう。そうですよいつそれ言おうかなと思ってそうねえ、はい、何か思いはありますか。思いめちゃくちゃありますよ。僕プロ2年目の時に栃木 SC に移籍して、まあ、レンタル移籍なんですけど、うんまあ、そこで試合をたくさんこう経験積むことができて、なんかこうやっと自分はこうプロとして何ですかね、両足で立てたなみたいな、うんはい、そこの成長の場としてすごくなんか成長できた場所なので、はいうんはい、そういう思いがそういう思いがあるんで何気に力入ってます、ね、しかしこれは古巣相手にはまあ勝たなくてはいけないという、はい、そうですね、勝ちましょう。複雑ですね。いや勝ちます勝ちますね、はいはい、もちろんです、うん、ということで、ぜひ皆さんもねダゾーンなどで、ま、もしくはもう絶対にねホームにたくさん来てもらいたいのでね、うんうんはい、ご覧いただければというふうに思います、はい、ということで、今節のプレビューでした。さてここで一つお知らせなんですけれども、はい、前節まで試合当日に配信していたマッチデープレビュー、はい、試合当日の8時にね、うん、アップしていたんですけれども、今節から試合の前日、はいの午後7時に配信することになりました、うんまあ、これはね、はい、前日にこうしっかり読み込んでいただきたいという思いが、読み込んでて本にしちゃった、はい、こうですすいませんこうです、はい、読み込んでいただきたいという思いがありましてですね、はい、前日の7時ということで今節からになりますので、うん、4月7日の金曜日の午後7時、はいうん、に、配信されますので、はい、ぜひこちらもねご覧いただければと思います。お願いします。バンキシャ上田さんの目線でのプレビューがありますよ、はい、さあ
それではここで選手からのコメントをお届けしていきましょう。今回は、およそ1年半ぶりにピッチに立ちました守護神、背番号17ゴールキーパーの吉光大輔選手のコメントです。どうぞ。その気持ちをこもったプレーがみんなできたと思います。風が強すぎて、もう思いっきりボール蹴ってもヒデのところでサイドバックのところで止まったりとかっていうのもあったんで、本当は下でつなぎたかったですけど、ピッチも濡れてなくて、僕は割り切った方がいいんじゃないって、もう下も濡れてないし無理だよねっていうのは、あの前とかジンとかで、あと深夜に話して、でコウイさんにももうこれじゃ下つなげないねって言って話はしたんで、まあそこでね、割り切ることっていうのも勇気がいるし、僕たちはやっぱ攻撃的なサッカーをしてるんで、苦渋というか、ただ勝つために本はすごく大事な判断だったかなと思います。まあ僕が出れないボールはやっぱりフィールドの選手たちが体を張って弾いてくれてるんで、僕が出れるところはしっかり勢い持って、でしっかり弾くっていうのは心がけましたし、相手がやっぱりクロスが多いっていうのは分かってたんで、まあ、そこはしっかり準備して、でフィールドの選手のバランスだったりっていうのも心がけてコーチングをして、うまく弾き返すということです。一勝しただけですし、まあ、その負の流れというか連敗は止めれましたけど、次の方が僕はもっと大切かなっていう、本当勝った次の試合が本当に大事で、ここで勝てるか勝てないか、勝ち点取れるか取れないかですごく今後変わってくるのかなっていうぐらい大切かなと思ってます。そうですね、まあ1年2年ぐらい出られなくて、まあそこに関して、まあ、自分の力が足りないっていうのはこう感じつつ、選手としてやっぱり試合に出ないと価値がないっていうのは自分の中でずっとあって、悔しい気持ちと、ただチームは勝ってほしい、チームは上に行ってほしいけど、やっぱ自分が出れないからすごく悔しい、まあ、複雑な気持ちっていうのは正直ありましたし、ただチーム一丸となるには出てない選手がどんだけこう盛り上げてやっていけるかっていうのが大切なんだっていうのは、この出れてない時間にやっぱ感じることができて、本当にいい経験だったなっていうのはあるし、まあそれはこれからも変わんないのかなっていうのはあります、ね、まあその3連敗してても応援してくださる方がたくさんいて、まあそこには本当に感謝してるし、その感謝の気持ちをピッチの中でもっと気迫があふれるプレーとか、見てて胸を打たれるような試合ができるように練習からしっかりやっていって、試合でしっかりそのパフォーマンスが出せるように頑張っていきます。吉光選手のコメントをお届けしました、はい、いかがでしたか。いい番組っすねちょっとね、うるっと来ましたね、来ますね、なんか、はい、まあ、本人の、ね、気持ちとか、うん、まあ、そういったこう、まあ、本音と建前じゃないけど、実際にこう感じてきたこととか、でもチームが勝ってほしいって、やっぱそれって 誰もがやっぱ思うことではあるんで、うん、なんかそこがこう素直に表現してくれて、うん、なんかすごくより応援したいなと思いましたし、そうですね、うん、力になりたいなと思いましたね。ねえ、うん、本当に悔しいと思うんですよね、やっぱ試合に出られないって。そうですね、そう、うん、でそこをこう乗り越えてきたからこそのそのメンタル、夏香監督にお話を聞くと、今その吉光選手が一番そのこうピッチに送り出そうと思った理由って何ですか、はい、って聞いたんですよ、はいはい、そしたらメンタルが落ち着いてきた、強くなったっていうふうにおっしゃってたんですよね、うんうんうん、はい、だからそういろんなことを辛い苦しい経験をすることで、それは全てマイナスなことではなくて、うん、全部プラスにしてきたんだなというのをすごくこうお話聞いてて感じたんですよね。確かに、まあ、昨年とか、まあ、一昨年とかこう、うん、気持ち的に不安定な時期も僕も知ってたので、そっか、そう、そういうところを見たら、先ほどのこうなんだ
あの映像を見ても表情がこう、あのなんていうかな、メンタル的に安定してるのかなっていうか、うん、表情ですごく分かるというか、うん、伝わるものがありましたね。そうですね、その、うん、まあ、気持ちがプレーに出てましたよね。そうですね、はい、でな何が良かったかっていうと、はい、あの前半の、会話、選手の会話が、うん、あそういうふうな経緯でああいう戦い方になったんだっていうのが分かったのが僕は良かったなと思っていて、はい、でまあ普段はこう監督からの指示だったりっていうところもあるけど、うん、それだけじゃなくて実際に前半で自分たちはもう風もあるしピッチ濡れてないしああいう判断にしたんですっていうのを、まあ、それぞれで話してこうなったんだよっていうこのストーリーがまた、はい、あじゃあ そういうことだから勝ちにつながったんだなっていうこう腑に落ちたりするんで、うんうん、それがなんかこの今のインタビュー見てめちゃくちゃ思いました。なるほど、はい、自分たちで判断をしてそうしたっていうことでしたもん ね、うんですね、うん、まあ、そういった判断のスピードも早かったですよね。そうですね、うん、それがすごい、まあ、ああいうね、あのゴール前での守りきる姿勢とか、うん、ああいうところにつながったのかなと思います ね、 ですね、はい。まあ、本当にこうピッチ上に選手たちがねかなり、うん、あの意思統一ができているということをね、はいはい、非常によく感じましたね、うん、ということで吉光選手からのコメントをお届けしました、はい、ではエンディングでございます。いまずね今日お知らせが2つあるんですけれども、はいはい、社長なんかありますよここに。なんかねおキャンディーキャンディーんキャンディドロップドロップ、あ、ドロップ、ドロップ、はい、そうなんです。オレンジ味、オレンジ味、うん、あのサポーターの皆さんからですね、はい、多くのご要望をいただいておりました。お菓子の商品がついに発売ということで、はいはい、ドロップなんだそうです。ちょっと大きく見てもらいましょう。こちらです、はいはいはい、甘くて美味しいオレンジ味ドロップス700円。食べるよ。あ、食べてくれてる、食べてくれてる。オレンジ味ですって。どうですかえ何ですかその笑いは。いや普通に美味しい。ずっと舐めてられるなと思って私、うん、さっきもあのいただいたんですけど、まあ、懐かしくないですか。めっちゃ懐かしい味がなんか、うん、なんかしかも変に濃くなくてこの 薄味だけどちょっと甘いみたいな、はい、なんかずっと舐めてられるねえ、うん、さっぱりとしたオレンジ味で、うん、美味しいドロップス、ドロップスが、販売スタートとなります、はい、こちらスタジアムのグッズ売り場では次のホーム戦の4月8日の土曜日の午前10時からで発売で、でアンテナショップとオンラインショップでは4月9日の日曜日の午前10時から販売スタートと、はい、いうことですから、8日にホームに来られる方はもうその場でゲットできます。いいですね、はい、ぜひぜひ皆さん召し上がってみてください。それともう一つですけれども、いよいよですね今週末から今シーズンの中国女子サッカーリーグが開幕いたします、はい、ということでレノファ山口 FC レディースですよ、はいはい、今年の中国女子リーグですけれども1リーグ制で10チームによる1回戦総当たり戦となります。でレノファ山口 FC レディースの開幕戦は4月9日日曜日山口キララ博記念公園スポーツ広場にて吉備国際大学シャルム岡山高橋デフィとの対戦となります。そしてご来場いただいたサポーター先着100名様にはユニフォームパートナー株式会社ビメイク様からのプレゼントもあるということですので、はい、こちらは詳しくはぜひ、レノファのホームページをご確認ください。レディースもいいですね。いいですね。応援しないしなくちゃ。はい、練習試合見に行ったけどすっごい僕は期待を持てるというか、はいはい、より応援したくなる、まあ、この戦術的にもあの彼女たちの明るさも、うんうん、よかったです。ですね、はい、あの今日私ちょっと見たんですけど、はい、あの試合 見に行く前にですねあの赤嶺翔太監督のノートをご覧いただくと、はい、その選手についての詳しいことが監督目線で書いてあるんですよ、うん、見ました見ました、うん、すごい分かりやすかったですよね。はい、うん、なのでこちらねご覧いただくとより当日の試合が楽しめると思いますので、はい、ぜひよかったらご覧ください、はい、ということで、ね、レディースの試合もしっかり応援していきましょう。しましょう。はい、ということでお別れの時間が近づいてまいりました、はい、明治安田生命 J2 リーグ第8節レノファ山口 FC 対栃木 SC 4月8日土曜日維新ミライフスタジアムで午後2時キックオフです、そしてねスタジアムにぜひ集まっていただきたいんですがご覧になれないスタジアム来られないという方はぜひダゾーンでも観戦をよろしくお願いいたします、はい、
さあそして、この応援コメンテーターの皆さんにもご出演いただくこのレノファニスターなんですけれども、次回は再び鳥海コメンテーターのご登場ということになっておりますので、こちらも楽しみにしていてください。いかがでした、久しぶりのレノファニスター。 いや、いい番組ややっぱ、はい、ちょっと今日喋りすぎたかなさっきこれ終わってみたいなすごい出てた、ごめんなさい、長すぎたかもしれないけど、いやいや、途中から雨舐めっぱなしですけどまあ、うん、まあ、そんなのもありだよねありあり止めないからもうこれ何でもありだよね、うん、じゃ あのしっかり終わってから飴舐めてください、はいはい、ということで渡辺社長今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、そして次回は4月14日金曜日の配信となります。お楽しみに、はい、それではまた来週。はい。